チャオ、まひろです。ルリーロヒルズ続きからやっていきます。で、今回はイオルスと、レジーについてきてもらって、スキルも何個か教えてもらいました。で、これでいこうと思います。レジーがね、なかなか強いんだよね。はい、では第4層まで来ました。あー、なんだこれ。こっちはいけない。こっちは？いけないね。じゃあ上だね。おー、なんだなんだ。とりあえず右には行けないからこっち側だね。人影のようなものが見える。はい、ならず者が襲いかかってきた。ならず者。おい、で上だね。でこれは上の崖に宝箱がある。ロープがあれば取れそう。あるある。誰にロープを使用してもらいましょう。ユース届かない。誰がやんの。レジか。届いたけど。おお、やった。クッキーを手に入れた。この花は何でもないのね。でこっちで、こっち降りて。この辺りは危険だ、気をつけろ。お、崖崩れが起きた。危険を察知してるので回避した。それとこの下に行きたいんだけど、とりあえず上だね。宝箱がある。はい、この宝箱は危険な匂いがする、離れろ。ロープ。おお、罠が発動した。ロープは結構たくさん持ってるよ。はい、こんなところに人がいるなんて珍しいね。ところで君、ここが第何層目かわかるかい。第4層目だよね。第4層目当たりだよ。よく覚えていたね。君たちヒルズを攻略したいのかい。それならこの層がだいたい折り返し地点だ。あと半分とちょっと、頑張ってね。あ、やっぱりあと半分くらいなんだ。100階層とかなくてよかった。それじゃあまたね、幸運を祈るよ。え、それだけ情報くれただけか。でここなんか出てきそうだな。これ回避でき、あ、できるな。でも気になるな。うわっ、やっぱりね。それとこれね、鍵のかかった宝箱がある。これはレジーだね。開いたけど。お、オムレツね。であとここ、もうとりあえず全部気になるな。なに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 、誰かに翻訳を頼みますか。セリムもクリスもいない。連れてこなきゃダメかな。え、とりあえずここ降りれるね。危険だ、崖崩れ。オッケーオッケー。でこれは人影。ならず者か。で、ここだね。レジでフラワーゼリー。あ、そっか、毒になってんのか。スキル、キュアで直して。またこれ穴が、でもでかくね。あ、サイクスか。イオルス取れたぞ。お、銀。よしよしよし。でこれは岩が道を塞いでいる。これイオルスでしょ。壊したぞ。ナイスナイス。でここ、はい、宝箱。はい、採掘区は、あ、採掘するやつかな。ここね、ロープがあれば取れそう。でレジにしてもらって、万能薬で上だね。はい、人影。わあ、ならず者多いな。こっち行ってみたいな。はい、宝箱。はい、ロープ。ロープか。じゃあ上だね。はい、あ、崖崩れ。崖崩れ多いね。あ、回復だ。回復して、セーブしとこうか。でここは石碑に文字が書かれている。あー、うー
セリムかクリス連れてくる？こいつを倒してからでいいかな、とりあえず。うわ、でかい。何こいつ。え？イノシシ？違うな。なんだろうな。魔術で何が効くかな。ファイヤー。ファイヤーでいいかな。必殺技。これで、魔術で、ロッククエイク、ウィンドカッター。は、47しか効かないか。攻撃した方がいいかな。攻撃で、あ、必殺技も覚えてたな。必殺技。これの魔術で、ウィングカッター58か。戦う。ヒールで回復しといて、これの未練でしょうか。で魔術で、ヒートフレームは148。どうかな。必殺技これで、攻撃だね。魔術ウォーター。144。ファイヤーの方が強い。戦う。必殺技これなかなか強いね。攻撃、魔術、ヒートフレーム。おー、倒したー。使用可能まで7分の4。なかなかスムーズだったな。町に戻ります。はい、から家の前に移動する。第4層終わった。しかしエレボス、いや魔界全体でも第4層を超えられたやつは多くないって聞くのに。マヒロ、お前やっぱすごいな。みんなが協力してくれてるおかげ。確かに戦力が豊富ということもあると思いますが、あなた自身の成長によるところの方が大きいと思います。あなたが自立して戦えることで、私たちも自由に戦うことができるのですから。私自身が自立してか。まだまだみんなを頼っているけれど、ちょっとは戦えるようになったのかな。まあ足手まといなのは変わらないけどね。うぐ、相変わらず容赦がない。レジ、はいはい、そう睨まないでよ。最初のへっぴり腰が少しはマシになったのは認めてるさ。へっぴり腰？レジ、お前はもう少し言葉を選んだ方がいい。君には言われたくないね。マヒロ様、あなたは剣を握ったことすらない状態からたった4日でヒルズの過酷な試練を乗り越えてきたんです。それは誇っていいこと、いいことだと思いますよ。そうだな。急に戦うか死ぬかの選択を突きつけられて、それでも覚悟を決めて前に進むっていうのは誰にでもできることじゃない。マヒロのそんなところ俺はすごく尊敬してるぜ。二人ともありがとう。でも私ばっかり助けてもらってなんだか申し訳ないな。ふっふっふ。な、何？こっちもやることはやらせてもらってる。ほれ、おお、お金が貯まってきた。ヒルズ産食材で稼いだ金だ。え、いつの間に。酒場に料理を売り込んで稼いだんだ。いやー、まさかフラウアの燻製があんなに受けると思わなかったよな。ローストフラウアだっけ。まあ酒のつまみにはちょうどいい感じだったよね。フラウアって、いや、なんかさー、まあ聞きたくないけど聞いてみよう。第3層に自生する食肉花です。何回か戦った口を持った花ですよ。もともとは近くの森に自生していた花ですが、魔物を食らうためより環境の適したヒルズに生息範囲を広げたと言われています。初めはさすがにこんなの絶対食えねえって思ったけど、これが意外とうまいんだ。
今度真宙にも作ってやろうか。魔物を食べる植物、せっかくだけど私はいいかな。あれは人間には癖が強すぎるでしょ。まあそんな感じでこっちはこっちで好きにやってるからさ。そんなに気を使わないで早く君は気のすべきことをしなよ。レジ、お前は何一つとして手伝ってないけどな。味見はしてあげてるでしょ、レジ。イオルス、どうかしたの？ご飯食べないの？客だ。お前たちはそのまま待っていろ。え？え？客？ちょっとイオルス。イオルス。あ、あの男か。ん？なんだなんだ？よう。お前、人間だよな。どちら様ですか？私が人間と知っている？もしかして前にクリスの店を襲った魔物の仲間？どこの魔族かは知らんが、ここに何の用だ。うしつけですな。まあいいじゃねえか。俺は古い知り合いに会いに来たんだよ。このオンボロ屋敷にいるって言うからちょいびっくりしたぜ。知り合い？誰のことだろう。ああそうだよ。だからそんなに警戒すんな。てかお前、葵のガキだろ。まさかこんな場所にいるとは思わなかったぜ。葵？それってもしかして私のお母さんのこと？お母さんとはどういう？俺はアドルフ、吸血鬼の棟梁だよ。あいつとは腐れ縁みたいなもんだ。私はアドルフ様の従者、バトラーと申します。彼女にはいろいろとお世話になりましたよ。ご子女にお会いできて大変光栄です。吸血鬼の棟梁ってことはクリスの仲間？初耳って顔だな。やっぱりガキに俺たちのこと言ってなかったのかよ。相変わらず薄情なやつだな。お母さんは病気で死んだはずじゃ。なのにどうして異世界の吸血鬼が私のお母さんのことを知っているの？お母さんはこの魔界にいるの？あの、お母さんがどこにいるか知ってるんですか？なんでお前は自分の母親がどうしてるかも知らねえのか？はい、私小さい頃の記憶がなくて、そのお母さんのこともほとんど覚えていないんです。まさかこんな場所でお母さんのことを知っている人に出会うなんて思わなかったから。ほうほうほう、それは哀れなことですな。だからもしお母さんの行方を知っているのなら教えてもらえませんか？そうかい、まあそうだな。なら俺たちと一緒に来いよ。え？母親が何してるか知りてえんだよ。それなら俺があいつんとこに案内してやる。待て、なぜこいつを連れていく必要がある？なぜ？なぜとは？アドルフ様が直々にこの子を案内すると申し上げているのですよ。ああ、残念ながらお前の母親は簡単にたどり着けるような場所にいない。だからこのアドルフ様が連れて行ってやるってんだ。簡単にたどり着けない場所？それはどこなの？ヒルズと申し上げればわかりますか？ヒルズ？どうしてそんなところに？さあな、あいつにも欲しいものの一つや二つはあんだろ。欲しいもので、お前は来んのか？それは、真宙、お前はどうしたい？イオルス、俺はお前が選択することに口出しをするつもりはない。お前がしたいようにしろ。それはだけど、この世界に来るまでたった一人で生きてきた。普通の子が家族と過ごすはずの時間を一人ぼっちで。ここにお母さんがいるなら会いたい、会って話がしたい。私は、自分で行けばいいじゃんね。お母さんに会わせてください。そうか、きっと葵も喜ぶぜ。じゃあその体だけもらってくわ。え？
わわわわ。イオルス、問題ない。だけどひどい傷だよ。ち、邪魔しやがって。あーペッペ、なんだこりゃ、泥か。まずい血を飲ませんじゃねえよ。ふん、やっと本性を出したな吸血鬼。悪いが俺の体にお前に飲ませるような血はないぞ。だったら邪魔すんじゃねえよ。どこの魔族だかは知らねえが殺すぞ。おお、みんな出てきた。真宙様、イオルス、騒がしいと思ったら結構な大事になってるじゃん。っていうか勝手に結界張ったの誰？解くの大変だったんだけど。あー、やっぱあれ結界だったか。みんな、ふむ、突破されましたか。これは少し面倒なことになりましたな。てめえはダークエルフ？マジかよ、まだエルフの生き残りなんざ嫌がったのか。それにアドルフ、てめえまでここに嫌がるとは思わなかったぜクリス。仲間を捨てて逃げやがったお前がな。吸血鬼、貴様ここへ何をしに来た。まあ今更隠しても仕方のないことですな。久々にパンドラの箱の鍵となる人間がやってきたのです。我々でなくともヒルズの仕組みを知っているものならば、その娘を狙ってもおかしくはないでしょう。たくよ、その銀髪野郎がいなければ俺の可愛い人形になったっつうのにな。ふん、やっぱりあなたたちもパンドラの箱を狙ってるんだね。そりゃそうだろ、何でも願いが叶う代物だぜ。そんな最高のアイテムがてめえら人間がいないと使えないって時点で尺なんだがよ。まあいいさ。ところでクリス、同胞を置き去りにして逃げたお前に一族に戻るチャンスをやるよ。急に何を？急にじゃねえだろ。なんだ、言わなきゃわかんねえのか。そうだな、昔からお前はそうだったな。その女をこっちによこせ。なんだって？あのような失態の後です。戻りたくないお気持ちはよくわかります。ですがあなた様は崇高な吸血鬼の長アドルフ様の弟気味ではございません。あ、お兄ちゃんなの？クリスがこの吸血鬼の弟？てめえが逃げてから大変だったんだぜ。けど俺様は弟を大切に思っているからな。その娘をよこせば今までのことはなかったことにしてやるよ。俺はクリス、この人がクリスのお兄さんだなんて。クリスは昨日の様子だと昔のことを悩んでるみたいだったから戻りたいって言うかもしれない。だけどさっきアドルフは、クリス、私は、イオルスを傷つけたから許せない。クリス、ごめんね。それに私だって帰るためにパンドラが必要なの。だから私はアドルフとは一緒に行かない。同感です。残念だけど君みたいな暴君にこっちの要は渡せないね。セリム、レジー、なんと無礼な。はは、俺様が暴君ね。うるせえな、死にかけのローボレギツネがよ。は？レジー、クリス、もたもたしてんじゃねえよ。早くその人間を連れてこっちに来い。アドルフ、お前、真宙にとっても悪くはない話のはずですよ。私たちは彼女の母である葵の行方を知っているのですから。私は自分の力で探してみせる。ふふ、いいね、そういうの嫌いじゃないよ。悪いけどいくら同族だろうが兄貴だろうが仲間に手を出すようなやつに協力する気はない。おお、クリスよく言った。それに俺はパンドラの箱へ真宙を連れていくって約束してるからな。どうしても真宙を捕まえたいって言うなら俺が相手になってやる。クリス、ありがとう。クククク、ク、ソーラ、交渉は決裂したぞ。どうするんだ吸血鬼。交渉が決裂したらどうするとな。そんなものは簡単です。アドルフ様、このような身の程知らずはここで打倒してしまいましょう。あなたの牙で一噛みすれば、服従かな、させることが
できるのです。なんていうもの、何させることができるのです。一刻も早くあのような不快な口を閉じてしまいましょう。アドルフ様、ははな、何がおかしいの。ははそれおかしいだろ。お前ら本気でパンドラの箱のあるヒルズの最深部まで行けると思ってやがるのか。もちろん本気で私たちはパンドラの箱にたどり着けると思ってるよ。ははは、マジか、頭ん中お花畑かよ。そんなに信じられないってんなら冗談かどうかここで見せてやってもいいぞ。余裕ぶってたことをすぐに後悔することになるだろうけどな。へえ、しばらく見ないうちにずいぶん言うようになったじゃねえか。そうだな、まあ久々に面白くなってきたしな。クリス、お前に免じて待っててやるよ。アドルフ様、何をおっしゃっているのですか。うるせえ、お前は黙ってろ。奪い合いはヒルズの最欲だ。当然その時は話し合いなんて生ぬるいものには応じねえ。力ずくで命を懸けてだ。人間、てめえもだぜ。いくら非力な小娘だろうが俺様は容赦してやらねえからな。分かった、そうなれば私たちはお前を倒す。そう来なくっちゃな。まあお前らみたいな雑魚がちゃんとたどり着けるか楽しみにしてるぜ。あ、お待ちを。命拾いしましたな。このまま無事でいられると思うなよ。消えた。イオルス、気にするな。気にするなってすごい熱だよ。これは吸血鬼に噛まれた傷か。早くイオルスを休ませましょう。わかった。大丈夫？動けなくなっちゃうんじゃないの？イオルスの容態は？普通の魔物なら即死レベルの術を食らってた。そんな。けどどういうわけかイオルスはちょっと怪我したくらいでピンピンしてるよ。クリスとセルムが今は見てるけど、ほんと化け物みたいな回復力だってさ。レイジーだってなんか食らったじゃんね。明日にはもう普通に戦える状態になってるんじゃないかな。よかった。レイジーも、そう余裕に決まってるでしょ。本当に俺を何だと思ってんのさ。で、これからどうするんだい。母親のことだよ。アドルフに大宣言かましてたじゃない。聞いてたんだ。そりゃあんだけ大声出してればね。お母さんは私と同じようにエレボス来てしまっていたんだよね。正直そんな気がしてた。小さい頃からお母さんは病気で死んじゃったって聞かされてたけど、何かおかしいってずっと違和感を感じてたんだ。もしかしたら私がこっちに来たのもお母さんが呼んだからかもしれない。お母さんを探したい。そう、ヒルズはどうするんだい。そうだよね、お母さんを探したいけれど絶対にアドルフは止めないと。だから今はヒルズに集中する。アドルフを倒してパンドラの箱を手に入れたらお母さん探そうと思うよ。もちろんヒルズに行きながら情報を集めようと思ってるけど、どうかな。そう、別にいいんじゃない。ありがとう。それじゃあイオルスの手当て手伝ってくるね。あれは君をこんなクソみたいな世界に呼んだりはしないと思うよ。知ってんのか、お母さんのこと。本当に面倒事ばかり俺に押し付けていったよね。やっぱ食らってんじゃん。なんか最悪だよ、まったく。イオルスの容態は落ち着いています。セリムと会話、ああそういうことか。イオルスを看病しますか。はい。ここは目を覚ましましたか、ダークエルフ。あれだけの術の直撃を受けて気絶だけで済むとはさすがと言うべきか。あいつはどうした。吸血鬼ならもういない。無事ならば真宙様に一声かけた方がいい。あの女がどうかしたのか。気絶したお前の介抱をしていたのはあの方だ。なぜだ。あの方の考えはあの方にしかわからない。
気になるのならば本人に聞くといい。よかった。目を覚ましてたんだね。体は大丈夫？ああ、問題ない。手間をかけさせたな。ううん。どうした？あの時、私がアドルフについていくって言わなければ、ユーロスはこんな怪我をすることなんてなかったのにって。そんなことか。そんなことって、簡単に言わないで。もしこのままイオロスが目を覚まさなかったらどうしようってすっごく心配したんだから。お母さんやお父さんみたいにいなくなるんじゃないかって。本当にそうか。ごめん、怒って。私をかばってくれたのに。ふっ、気にするようなことじゃない。俺がお前を救った理由はあくまでも俺の目的のため、それだけだからな、イオルス。それに敵が現れたとしてもお前は進むのだろう。あの吸血鬼アドルフの力はこれまでのガーディアンとは比べ物にならん。だが奴と戦わねばパンドラの箱は手に入らない。そうだね。それでもお前は先へ向かうことをやめない。そうだな。当たり前だよ。うん、怖いけどやめないよ。ふん、それならばいい。お前の殊勝な顔は見飽きた。早く立ち直ることだな。な、誰のことを思って。無駄な憂慮はいらん。お前という鍵が折れたらヒルズの先へは進めなくなるんだ。ただお前は前を向いていろ。イオルスは良くも悪くも折れないというか曲がらないね。お母さんのことやアドルフのこととかいろいろあったけど、イオルスの言う通りやることは変わらない。イオルス、明日もよろしくね。ああ。なんか部屋ボロボロだけど。しまった。あまりにも君の魔力は弱すぎて感知できなかった。そこにいるんだろう。正直君がそんなに我慢強いとは思ってなかったよ。ふん、余計なお世話です。あ、バトラー、さっきあいつとアドルフと一緒にいたやつだよね。それよりも、ふふ、あの子戻ってきてしまいましたな。君の仕業かい？はてさて、どうでしょう。はっきりしないね。そんな姿になって、ついに記憶力をなくしたのかな？元の姿があるの？なんですと？あなたの術で私はこんな姿になってしまったのですぞ。よくもぬけぬけと言ったものですな。君たちが邪魔するのが悪いのさ。で、今度は何の用？わかっているでしょうに。アドルフ様はあの子がやってくるのを待つとおっしゃいましたが、私はあいにくとそこまで寛容ではございませんゆえ。あ？ぐ。それに個人的な恨みもありますからな。ふふ、アドルフがいないと何もできないくせに、まるで、虎の胃を狩る狐じゃないか。何度でもおっしゃい。命をこれ以上すり減らしたくなければ、あの女の娘を私たちの元に連れてくるのです。さもなくば。あなたの体も心も私が壊し尽くしてしまいますから。何されたの？生意気な小狐だね。ああ、どいつもこいつも面倒くさい。結局昨日はあんまり眠れなかったな。うん、弱気になっちゃダメ。お母さんもヒルズにいるかもしれないって分かったし、しっかりしないと。おはよう。イオルス、体調は大丈夫？ああ。本当に？くどいぞ。すでに傷は癒えた。問題ない。早えな。イオルス、悪い、アニス。アドルフのせいで。お前に謝られる、言われはない。いい加減情けない顔はやめろ。でも本当驚いたよ。吸血鬼の、しかもオサに噛みつかれたってのに、
ちょっと気を失っただけで全回復。君どこの魔族？っていうかそもそも生き物？おお怖い。そんなに睨まないでよ。俺は素直に感心してるのさ。アドルフに噛まれたら、なんとかしちゃうってバトラーが言ってたよね。ヨロスがかばってくれなかったら、私は大変なことになってたかもしれないんだ。ありがとうヨロス。ふん。でもさ、気になるよね。吸血鬼の力を跳ね返すなんて、本当に君はどこの魔族なんだい？そろそろ教えてくれてもいいんじゃない？確かに。これまで一緒に戦ってきたけれど、まだユーロスのことよくわからないんだよね。お互い詮索するようなことは避けてきたけど、どこの魔族か。悪いが覚えていない。覚えていない？昨晩の後遺症か？違う。元から俺には昔の記憶がない。それだけだ。記憶がないって、どこで生まれ育ったか。思い出そうとすると必ず記憶の奥が白い霧に覆われる。どこで生まれ育ったか思い出せない？私がお母さんのことを思い出せないのと一緒だ。だが生きる上で記憶が不可欠というわけではないだろう。それはそうかもしれないけど、不可欠ではなくとも記憶は生きる理由になる時もある。セリム。ふん、生きる理由を過ぎたことに求めてどうする。お前の言うことはいちいち理解しがたいな。ふん、どうでもいい無駄話はこれまでだ。これで質問の回答になったか。まあ覚えていないんじゃ仕方ないね。お気の毒に。それなら、どうしてヒルズの奥に行きたいの？そうだよな。パンドラの箱に興味はないし、記憶を取り戻したいわけでもないんだろ？ふん、望みなどない。俺はただ探しているだけだ。探しているって？何を？耳が、耳？角？綺麗な銀色の角。銀色の角か。だけど途中で折れちゃってる。その角は？誰かに折られたのか？そうだ。俺は俺を任したあの人間に挑まねばならない。人間？イオルスのそれ、人間がやったの？ああ、感じたことのない力を持つ人間だった。イオルスを相手にするなんて、そんなヤバい人間なんているんだな。俺も人間一人に遅れを取るとは思わなかった。だが問題はそこではない。奴は俺に膝をつかせておきながら俺を生かした。情けかなんだかは知らんが、思い出すだけで腸が煮えくり返る。助けてもらったってことでしょ？すっごく怒ってる。私何か悪いこと言った？つまり自分より格下と思っていた相手に負けた挙句、情けで生かされたのが我慢ならんってことだよ。それでリベンジに燃えて追っかけしちゃってるってわけだ。あれ？地雷だった？ごめんね。イオルスらしいって言えばイオルスらしいよね。やっぱりバーサーカーかよ。でもよ、そんな強い人間ならエレボスで噂になっててもおかしくないんじゃないか？なんでわざわざヒルズなんか探索してんだ？っていうかお母さんでしょ、絶対おったら。そうだよ、街で聞けばわかるかもしれないよ。分かっても出会い頭に戦いになりそうな気もするけど。もちろん聞きはした。だが奴について知るものはわずかにしか存在しなかった。得られた情報もヒルズに挑む女がいる、その程度だがな。女？ああ、その人間の名は葵というらしい。葵？それじゃあお前のその角、お母さんがやったの？っていうかもしかして最初に私を襲ったのってお母さんと。似ているお前が悪いのだからな。はあ？戦うべき相手も見えていないとは愚かな。いやいやいや、大事なんはそこじゃないだろ。アドルフに噛まれてもピンピンしてるようなイオルス相手に戦った人間がいて、しかもそれが真宙の母親？どういうことだ？わからない。お母さんは小さい頃に死んだって聞かされてただけだし、
まさかエレボスに来ていて私と同じようにヒルズに行っていたなんて考えもしなかったよ。そうなのか？でもこれはラッキーなんじゃないのか？だってお前の母さんはヒルズにいるんだろ？イオルスを倒すくらい強い人ならもっと先に何か痕跡を残しているんじゃないか？レジーもそう思うだろ？そうかもね。そっか、そうだよね。アドルフのこととかまだ不安は残っているけど、お母さんに会えるのかもしれない。早くパンドラの箱を手に入れて二人で元の世界に戻って今まで過ごせなかった時間を取り戻せるのかな。今日も頑張ろう。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。次は第5章だね。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。